ないね、あれは夕方にやりました。お昼、うん、夜ご飯の時間なんですけど、めっちゃ8時前とかにチーズケーキ食べちゃってお腹いっぱいなんですよね今日なんだっけな、鍋って言ってた。まだだと思う。今日メイク微妙なんだよね、ちょっと微妙。最近メイクいろいろやってるんですよ。メイクいろいろやってんだけど今日微妙な顔してる微妙です、今日の顔。何のアイシャドウ？最近ね、すぐ取り出せるかな。これが好き。ケイトの今年、去年とかに出たやつかな。これが好き。隣の部屋で片付けしてるから音がすごいけど、紫系、ブラウンか紫です。使うのはブラウンは王道なんですけど、紫使うとなんか、なんだろう、ちょっと晴れぼったい感じになるから好きこんばんは。元気？元気だよ。うん、体何で洗うか正解者いなかった。いたけど、え、めっちゃツイートしたでしょう。見たよ。めっちゃ。ツイートするやんって思った意思疎通じゃなくてもあれなんだよね当てに来てるフフ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 フ超悪い超悪い。昨日も悪かったの生放送の時は大丈夫だったんだけど、どんどん悪くなってって、うん、超悪いの。1月のね中旬からずっとずっと良くなくて、落ち着いたかなと思ったら全然悪かった。昨日も今日も悪いし、どんどん悪くなってるまあでもそんなあれだからいいんだけどね。うん、そろそろ落ち着かせないと。30、31は夕方からお仕事なので。うん、手形会とサイン会の2次
受付が始まったんですけど、サインはもうサイン会の方は完売してるらしくて、ありがとうございます。何着ようかな服がいっぱい届く予定なので、ちょっと気合い入れてくね サイン券ちゃんと外したサインね、そうだよね。お腹は隠すよ、お腹は出さない出さないよ。そう、サイン会の二次販売は今日の10時から始まってたらしくて、10時に間に合わなかった人はもう買えなかったらしい知らなかった。ガンはトーク会に絞っていいですよ。あ、いいですか、いいですよいいですよって言って、なんかあれみたいだったね今あるかな、あると思うけど、今回のシングルも待ってます。なん、いつからかわかんないけど3月からじゃない今までのさ雰囲気見るとさ、あの頃が9月頭でしょ、で発売になって9、90、11だったから、12もあったっけ、12月はなかったか、90、11だったから多分3、4、5になると思うんですよ。5月5月どうなるかな3月からもう多分来ると思うので、3月の9月のいつから始まったっけ、あの頃って9月の終わり頃だっけ。なので3月からもうカホ私に会うつもりで生きててください。コロナ禍でどうなるかわかんないけどね。お待ちしてます。会場がどうとかもわかんないしね。そう、イメチェンした、あの生き返った、ん生き直した、んなんかいい言い方がないな、い生まれ変わった生き返ったは問題ね生まれ変わった、あ、そっか、9月は20、21が振り返りになったんだ。3月の後半からっぽいね。サトカホラは2周年迎えました、へーってなってる時に始まるぐらいかな。新里ネオカオリン、そう、生まれ変わったので優しくないよもう変わんない、もうなんか釣ってくださいって言われてもチレって言う、ね、今までは好きって言ってたかもしれないけど、もうあの生まれ変わったので釣ってくださいって言われてもチレって言うからそう、返品あんない、まだ来ない、10月のさ16、17もだよね。9月のはもう終わってるみたいな
聞いたけど忘れてないかな。大事に持っておいてください。もしアナウンスあったらメールにも飛ばしますね。そうなんですよ、別に釣り師じゃないしあざとくもないんですそう言われてるからそうしてるだけであって違うんですよ。知ってました？普通なんです普通なの。自己 PR です3位2時も買えなかった。他の子のは買ったんでしょう ふざけてる普通です。顔は私は普通。初めて忘れたね。他の子のギルドにいたんだけど許せないやばい、もうなんか気をつけよう。違う、もうネオカホリンだから本当によくそれでギルドを参加しようと思ったよね、私のギルドと対戦するときに表示されるんよこっちには。うん、ドライグはもう地雷だらけ。ちゃんと見てますからね。もう床ドンもしてない。はあって。はあって思いながら。見てます。やべ、性格変わったとか言われるかもしれない一緒一緒。優しいからさ優しいから今までそう出してなかっただけで思ってはいたよ笑わないんだった、思ってはいた本当にふざけてるって。リップ塗ろう。
でもね、あんまりね、なんかこう詰め寄りすぎると、里加穂は DD に厳しいっていう噂を誰かが流して、 DD だから行くのやめようみたいな流れを形成する人がいるんですけど、そう、怒ってるとかじゃなくて、そのそれなりのそれなりの対応をしてあげてるだけなので喜んでください本当に、もう本当にね、本当にもう知らないって思ったらもう触れないからうん、やっぱさ、タン推しの人にはさ、すっごい優しくするけどさ、 DD の人はさ、こっちが優しくしたところで DD じゃんだからそのなんだろう、やっぱ変わってきますよね状況が。 TPO ですよ。割と覚えてる。うん、誰がどこに行っててみたいな、だいたいあれなんですよね、ツイッターとか見たらわかるからそう、気をつけてくださいね皆さん。見てるっていうか、なんだろう、見えてる見えてるかも。見えてる。まあいいですけどね、何でも、うん、いいよ何でも。推したいと思ってもらえるように生きていくね。でも押したい子を押せばいいとは言わない。カホを押して私を押してください。それは絶対基盤にあってね。
何話そうってなっちゃった今日舞台の初日だったんですよ。多分終わって安心して解散したぐらいかな。そんなかかってないかな。もうホテル着いて配信してるぐらいかな。わかんないけど、昨日ね、夜にね、稽古中の動画があるんですけど、やっぱ自分でやってるのと旗から見たのだと見え方が違うので、動画を見たんですけど下手だなって思った。まあ初めて通した時の動画だから、なんだろう、直すべきところがまだ本当にいっぱいあったし、そう、客観的にすごい見て下手だなって思ったけど楽しそうだった演技力が欲しいですね。演技下手だから、演技っていうか感情表現、もう1月も終わっちゃうもんね。早いよね。ジュリさんのインスタ見てない。今はなんだろう、アイドルのスイッチは入ってるけど、どうなんだろう、普段から結構こんな感じっていうか、本当に素になったら何にも喋んないから、喋らなきゃいけない状況じゃないですか普段って。本当に一言も発さないのが素できることなら喋りたくない喋りたくないし、なんだろう、人と接するのは苦手だしなんですけど
ってなるとやっぱさ、なんかこっちの方がでもずっとだからさ、これがこれがずっとだから、これが素だと思うけど、そうっていう割にあれなんですよ、ショールーム結構やる方だしSNS も更新する方だし、うん、でも自分からあんまり遊ぼうとか会おうとかは言わないタイプだから、家にも家族がいない時間の方が好きだし一人でいる方が好きです。そうね、でも隔離ってなるとまた違ったね。そう、人と過ごす時間があるからこそ一人の時間がよくなるのであって、人にしかいないってなるとまたそれはそれで息が詰まるよね。うん、みんな同じだと思ってる。私と大勢大好きって人はあんまりいないんじゃない？私のファンの方の中で多分ね、うす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 っていうか同じ感じを感じ取ってると思う私も結構そういうタイプだと、タイプっていうのが出てると思うから、毎日大勢でいたいっていう、誰かと絶対いたいっていうタイプの人は少ないと思う、この中に。そうじゃない？だから多分近いんだと思う、感覚が。だから私もなんだろう、居心地がいいというかなんだろうね、その壁はあんまり作らずにいけるんだと思うけど、うん、人と過ごすのは全然楽しいし、でもね、人と過ごす時間が長すぎると逆に人といたいってなるのもわかるんですよね。なんかね、いつかな、一人実家暮らしだった時、一人暮らしする前って終電もあるし、なんか、まあ、大学もあるしで、その人と過ごす時間を作るのってすごい難しかったんですよ。研究生の時とか昇格した時とかは本当に自分の時間を作らないともう何もできないって感じだったから、なんだろう、人と過ごすのは本当に苦手だったんだけど、大学が落ち着いて一人暮らししてる時とか、まあ、大学卒業した時にはもうコロナ禍だったからいろいろ難しかったんだけど、そう、余裕のね、余裕ができると人といる時間もなんだろう、楽しめるっていうか、楽しんでなかったわけじゃないんだけど、余裕がないと一人の時間ってより貴重になるから、そう思いますよね。もう今余裕しかない
全然一人の時間がたくさんあるので、それはそれで満喫はしてるし、家から出ちゃいけないって言われて苦ではないんだけど、人と過ごす時間も楽しいって思うし、過ごしたいなとも思うし、うん、大学ないからさ余裕しかない心にはもう本当にフリースペース。ショールームしてて大丈夫かな、暗くないかな暗い、暗く、前回の配信もそうだった、前回の配信もした後にしなければよかったって思ったんですようん、なんでしたんだろうって思ったんですよ。だから今日はなんかハッピーな感じで行こうって思ったけど女子って何でもなく、何もなくても電話できないんですよ私。いつもこんな感じですか？いつもこんな感じって言われたらそれもそれでちょっと不安になってきちゃうけどいろいろあるもんね、なんかテンション高い日とか暗い日とかあるもんね。でもまあいっか、何でも笑わないんだったもう大丈夫じゃないと思う、うんこんな配信してて大丈夫じゃないと思う。大丈夫だよって言ってくれるのはみんなが優しいからで、多分数年後の自分が見た時になんで自分こんなテンションで配信してんだろうって思うと思う笑わないっていうのはなんだろう、笑ってごまかしちゃう癖があるからそれをやめようと思って、とりあえず笑うのやめようって思ったんですよそこから来てます、それを簡潔に言ってる。そう、なんか誰かに言われて嫌だなって思った時も笑っちゃうから、もうそういう時に笑わないようにしようっていうことで笑うのやめようって言ったと。切れればいい？ふざけんなよって言えばいい？笑いながら言えばいいのか殴るぞって、そしたらいいかもね。何も言えなくなっちゃうんですよ、言葉をなんかみたいな、あーみたいななって、なんか向こうもよく分かんなくなっちゃうから、笑いながら何か言葉を発した方がいいとはいつも思うんですけど、発せないくて
だからそのうまく切り返しができるようになりたいなと思うんですよ。普段からね、人と喋るのが本当に苦手だからよく言うわって感じだよね。だからなんて言う、でもそういう場面にいざ出くわした時って無理じゃないですか無理だよね。あ、無理だわって言えばいいやばいやつだよ、やばいから。うーん難しいよね。あ、失礼って言おうかなそんなって感じだよね多分。そう、なんか雰囲気悪の悪くなるのも嫌だしって思ったら、結局なんか笑ってヘラヘラしちゃうんですよね。まあでもそれが良さかもしれないけど、笑って言ってもダメ？ダメか。でもそういうことしちゃうと普段から出そうだから、それはそれでやだな。何かあったとかじゃなくて、そのちいこちゃんをやってる上ですごい感情の差が、まあ舞台だし漫画だから感情がそのすごい揺れ動くっていうのは、まあ、キャラクターがあるかもしれないんだけど、なんかそうなった時に自分って本当になんかないなって思ったんですよ、感情が。わらしかないなって思ったの。だからうん、増やそうって思った。今多分いろいろ道を間違ってると思ういろいろいろんな道をね間違ってるとは思うんだけど、そういう時期、お年頃だからさうん、そうなってるだけです今ね。だからどうなるどうするつもりなのかなって感じで見守っといてください。真面目？嘘。真面目やめようと思ったのに真面目な性格からは逃げれないよって。まあ真面目が一番ですよね。確かにそれはそうかも。真面目な人がいいうん、私も仲良くなるなら真面目な人がいい真面目でいっか。じゃあ
真面目じゃないのをできる、ん？真面目？真面目じゃなく見せれる真面目になりたい。うん。常識はあるし考えもしっかりしてる上でふざけられる人って良くないですか？硬いんだよね頭が。頭カチカチなの。そう、ジュリさんとかミナルンさんとかナオさんとか、とりあえず運気を上げますね。運気を上げるよ。本当にね、おかしいよね。去年ぐらいから何かいろいろおかしいと思うんだ。お祓いってどうしたらいいの？なんかね、調べて霊師みたいな、霊媒師みたいなスクショをね、大岡さんに送ったんですよ。そしたらさすがにそこまで行くのはやばいよみたいな、さすがに怖くないみたいな言われたんですよ。確かに。うん、客観的に見たら確かにやばいかもしれない。うん、神社でいいのかな。でも分かんないじゃないですか。でもね、そうなんですよ、心の弱い人っていうか心がさまよってる人につけ込む人もいるから、自分を信じて強く持った方がいいと思うんですよね。だからそういうところに行かない方がいいんだろうなっていうのも思ったの。もう神は信じずに自分を信じるっていう強い決意を持って生きた方がいいと思う。本当に。でも初詣に行ってお守りを買わなきゃ。信じてるんだよね。信じてんだよな。やめようやめよう。というわけでご飯の時間です。ギルドバトルも始まるので配信終わりますね。ありがとうございました。1ありがとうございます。2ありがとうございます。3位ありがとうございます。4位ありがとうございます。5位ありがとうございます。6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。8位ありがとうございます。9位ありがとうございます。10位ありがとうございます。11位ありがとうございます。12位ありがとうございます。13位ありがとうございます。ありがとうございました。
今日も本当に配信して大丈夫だったかな。本当にね、忘れてください、うん、なんか自分の推してる里香穂じゃない、カホリンじゃないって思った人は忘れてください Bye-bye.